ドンミッシー、はるか、琴音、みほ、まほ、ひかる、りんき、私たちはゼロでーす。ゼロでーす。ありがとうございます。ありがとうございます。これだけPV のダンサーたちね、はい、4人手伝ってもらって、いや本当ありがとうございました。ありがとうございます。めちゃくちゃ怖かったな。いやずっと踊ってくれましたよ、後ろで。かっこよかった。確かに一番頑張ってましたね。一番頑張ってました。一番頑張ってました。二人ともかっこよくて、もうやばい、オーラがやばくてね、めっちゃ終始緊張しちゃって。チャンネル登録するようにな。お願いします。ぜひチャンネル登録してくれよ、俺のファンの人。それでは今回のPV の振り付け解説をレッツゴー。はーい、着替えてきました。イエーイ。どうですか私たちの衣装。私たち今からカルピンさんのキングのダンスの振り付けを解説していこうと思います。イエーイ。普段は本家とは異なることがありますがという説明をしてるんですけれども、はい、これはなんと私たちのオリジナルの振り付けなので、皆さんレクチャーするのでよかったらぜひこれを見て真似してなんか SNS とかにあげちゃってください。はい、はい、では行ってみます。ショータイム。はい、それでは解説を始めていきたいと思います。この動画はミラーになってるのでそのまま覚えてください。まずシャルビーダンスの後から踊り出すんですけど、左手と左足を同時に使います。で、左手は物を、前にあるものをこう掴む感じ、横からこう掴む感じで回ります。で、左足は左足を出すんですけど、その時に一緒にやります。で、それと同時に回るんですけど、回り方は左足を出したら右足をそのまま芯に見立てて回ります。はい、で、この時に普通にこうやって回るんだとキレが足りないので一緒に手も使って回るってことです。左足は左足をついたらすぐ曲げてください。これがこう残しちゃったら回りづらいので、左足を地面につけた瞬間すぐ上げる感じです。で、一緒にやるとせーの、はい、こういう感じになります。もう一回せーの、はい。で、物を掴む感じで手は、手の遠心力と足のこの鋭さで一緒に回ってください。せーの、はい。そしたらこの足を一歩前に出します。で、その時に両手を使ってわーってやります。で、この時にちょっとお尻というか腰を反ります。バーンっていう感じで反ります。はい、ここ気をつけてください。ストレッチしてからやってくださいね。もう一回開くと回るところから、せーの、左左で、このまま順で左足を前に出したら右足を揃える。で、この時に下向きます。もう一回開くと、せーの、ずーかドンです。で、下向いたら首を上げて肘から手を上げる。はい、これがもう一回開くと、こうやって揃えて首かで1,2,3やったら右足から右か左か右か左かってやるんですけど、横から見るとこの一歩前に出した足を引いてきて反対の足を上げる感じ。そしたら上げた方の足を上げる。よし、ズンかズンかズンか、なんか下に落ちてるものをこう足で取りに行くイメージ、はい、で、これをタンタンタンやったらそのまま1,2,3,4,4回やります。この時何もないっていう歌詞なので手は自由なので、なんか自由か自由かかっていう感じでやってください。はい、じゃあ頭からいきます。せーの、左足左右首前に右左右左、はい、という感じです。じゃあ最初から今までのところをちょっと早めにいきましょう。いきます。5、6、せーの、イエーイ、はい、大丈夫そうですか。はい、そしたら次進みますね。次は右足を
キックします。でこれはなんかちょっと90度ぐらいでキックします。キックするときに手を添えます。でタンタンってやったら下からダウン上がります。はい、これはトントン、左足を遠くに出して一回右足は前に、左足は伸ばす状態まで下がります。そしたら下から手をバーンと出します。でこの時なんか深呼吸する時のっていう感じを使ってハーって上がって、そのまま左足をボンってやります。で他はなんかここのお肉をこう縮めるイメージ、エクササイズみたいな感じでやってください。もう一回いくと、キックからせーの、キック、下にドーン、深呼吸、はい、ボン。やったらもう一回さっきのやつ、1、2、3、うん、3回目で手がつきます。で1、2、3、うん、4回目やると思ったら首がパンってあげます。じゃあキックからいきましょう。いきますよ、せーの、キック、深呼吸、パン、はい、1、2、3、うん、首、はい、ここまで大丈夫ですか？はい、はい、じゃあ最初からここまで早めの音でいきます。いきます、5、6、せーの、タンタラ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 タタラタラタタラタラタタ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 キングだやったら、この手をそのままこっちで持ってきます。右手は頭のちょっと上らへん、左手は胸らへんに添えます。でこのままちょっと肩を、右肩を引いて前に投げます。でこれは野球のボールをちょっと投げるイメージでやってください。でこの時にジャンプして投げるんですけど、足がジャンプしたら右足を曲げます。こう投げる時に右足も曲げてる状態から伸ばします。はい、これ一緒にやると、せーの、バッ、で体をちょっとここら辺まで倒してください。前に倒す感じ、横から見たらこうなります。せーの、バッ、そしたら右足をついて体が後ろにこういきます。はい、これはなんかちょっとスイングする感じ、ドーン、後ろから体をこっからここは起こさないで、そのまま後ろにボンっていう感じ。もう一回いくと、せーの、ボン、ツー、はい、でワン、ツーの時に手が肘を張ります。ちょっと肘が後ろにいく感じ。もう一回いくと、せーの、ワン、ツー、で胸のこの動きを今度使うんですけど、これがワン、ツー、スリーです。で、ワン、ツーで肘張って、体も後ろ、ワン、ツー、スリー。この時もなんかちょっと呼吸するイメージ、呼吸してトン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 で流れていくイメージなんですけど、ドン、ドン、ドン、これはウェーブという動きなんですけど、これを使います。もう一回いくと、ファイ、シ、せーの、ワン、ツー、スリー、2回やります。ワン、イチ、にやったら右足を横に出してズンで目のところらへんでピースサインをこうします。これがワン、ツー、スリー、エン、フォーの時にズーって抜けます。はい、これがワン、ツー、スリー、エン、フォー。ここの音の取り方はトーン、ターン、すぐにカッ、ズンでカッってやったらそのまま手をこれやったら足が左足から左、右です。で右の時にこの手を下ろします。はい、で膝はちょっと端ら辺を向ける感じ、これはこう正面向くっていうかはこっち、こっちの端の方でお願いします。もう一回と頭から、せーの、ワーウェーブ、ウェーブ、カッ、ズーン、左、右、やったら左足から左、右、左です。足が後ろ、そのまま前、後ろ、
そのまずんずんかです。はい、これがずんか1、2、左、右、左、下で膝曲げます。タン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 。はい、でこういう時に手がつくんですけど、1個目の左、右の時に手が1、2、後ろから1、2、1、2、肩をちょっとこう回すイメージで左、右、左、下。はい、もう一回いくと、せーの、ちゃん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 。でこの時にちょっとできる人は肩をちょっと下ろすイメージです。1、2、ガッ、ガ。そしたらこの後の動きもちょっと難しいんですけど、足が右、右、右、右で踏みます。そう、肩を右だけ踏みます。体の動き方がちょっと難しくて、これが下からボンボン、こう円を吐くようなイメージと、こっちにした時にかかとが下げる、1、2、1、2。そう、こういうイメージでやってください。下からこう上がる、下から上がる、下から上がる。はい、こういう感じです。もう一回いくと、ここからせーの、タンタン、下に1、2、3、4、4回やるんですけど、最初の2回は定時、なんかボンボンでもいいし、なんかボンボンでもいいし、自由にやってください。で3、4回目で自由自由、開いてガッガッ、はい、開いてガッガッです。もう一回いくと、せーの、自由自由、開いてガッガッ。ここからいきますよ。せーの、チャンチャンタッタ、自由自由、ガッガッガッ。やったら右足から右左右左で、ちょっと前に行くイメージ。これが右左右左、絶対足は右左右左です。はい、もう一回、せーの、右左右左。やったら最後トントンカズンで下ろしてください。はい、ここでこの振りは終わりです。もう一回ここからゆっくりいきましょう。4回でこれからいきます。せーの、自由自由カ、右足右左右、胸タンタンタズン。以上です。で、あのタンタンズンカ、あ、ちょっと用意した方がいいかも。足を右に曲げて、そのまま右左右左、トントンカズン。はい、じゃあこっからゆっくり行ってみましょう。いきます。5、6、せーの、バンズ、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、ドン。はい、じゃあ今度は音の速さぐらいのテンポでいきますよ。いきます。5、6、せーの、回るところからですよ。いきます。5、6、せーの、5、6、せーの、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、エイト、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン。終わりです。じゃあ今度は音の速さでいきます。ファイブ、シックス、せーの、
Take care.